ミシェル・モルガネッタは、スイスのサッカー選手。ポジションは、DEF、MF。イタリア人の父とスイス人の母を持つ。FC シオンのユースで育ち、2006年 FC、バーゼルに入団。U-21 スイス代表にも招集され、2008-2009シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグのピッチに立った。 2009年1月30日、イタリアのパレルモと4年半の契約を結び、パレルモでプレーする最初のスイス人選手となった。4月19日のボローニャ戦でセリエ A デビューを果たした。2010年より2部のノバーラに期限付き移籍。2010から11シーズンは、チームの55年ぶりのセリエ A 昇格に貢献した2011年1月31日より、 パブロ・ゴンサレスのパレルモ遺跡に伴い共同保有に変更されている。2011から12シーズンはプレシーズンにスイス U-21 代表として U-21 欧州選手権を戦い、準優勝。ノバーラでも低迷するチームの中にあって、不動のレギュラーとして1年間戦い抜くと、そこでの活躍からスイス代表に初めて招集された。 2012年5月30日のルーマニアとの親善試合で A 代表デビュー。ロンドンオリンピックにおけるスイス代表にも招集されたが、7月29日に対韓国戦に敗れた後に同試合で FW、パクチュヨンからモルガネラが受けたファウル、接触プレー足を踏まれて転倒したに関して、Facebook 上で韓国人からダイブである等の批判その他過激 かつ大量の書き込みを受けたことに逆上し、ツイッター上で韓国人に対する差別的な発言を行ったとして、スイスオリンピック委員会より出場資格を剥奪され、モルガネらは選手団から追放された。2012から13シーズンよりパレルモに復帰することになっている。アーカイブされたコピー。2009年2月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2009年2月11日閲覧。モーガンラ、ラミアパルティータインチャンピオンズリーグハット http www.ilpalermocalcio.it it 8 9ニューススケダ .jsp 13930プレンテシモーガンラフェディチェディ s r a i n ロサネロ h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.ilpalermocalcio.it スラッシュ it スラッシュ 1a11 スラッシュニュースケダ。jsp id イコール22484アクイステイトパブロ・アンドレイス・ゴンザレス韓国選手へ差別発言つぶやいたスイス選手追放読売新聞 http:///. 読売 COJP オリンピック2012ニューストピック12012731と 1t00157HTM2012 年7月31日閲覧 h t t p p a l e r m o c a l c i o i t i t 1 1 1 2 n e w s s c h e d 8 p h p i d 2 6 8 6 9ムーバメンティ d i メルカートありがとうございます。